何もかも狂ってしまった、あの夜に。男の元に届いた一通の手紙、そこには家族を殺した犯人の名前が記されていた。あの夜、俺の家族をやったのは。自ら動かぬ者に天はその手を差し伸べず。やるじゃねえか、ボーイ。祈らないのか。死にたくねえよ。アーメン。生きがいは人に力を与え、友情はナイフよりも心強い。僕はファミリーと関わりたくないんだ。それはアンジェロだって。頼むよコルテオ。これは復讐に囚われた男の91日間の物語。あんたとはうまくやっていけそうだ。91 Days 7月、復讐の幕が上がる。